さあ、じゃあ、なんだん大学行ってみたいと思います。今日の問題は全部4択です。文法、単語、熟語。この知識は確認できますからね。てみさん、なんだん大学大問一つに小問が20個あるんですが、まあ、さすがにこれ全部やってるとですね、視聴時間がめちゃ長くなってですね、皆さん見ていただけないので、13問ピックアップしていきたいと思います。もちろんこれは今後の試験にですね、的中する可能性が十分あるもの。これを優先していってみたいと思います。てみさん、今からの流れですが、皆さんは画面上1問ずつ解いていただいて、で、解説を1問ずつ聞く。で、別にその中で出てくる大事な情報ですね。それは最後のホワイトボードにまとめますので、まず皆さんは問題を解くことと、解説を聞くことに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。セミさん、設問の指示の一読をお願いします。セミさん、問いの一番、お願いします。皆さん、これ空車の右側見ていただきますと SV がございますので、空車には接続詞を入れればよろしいですね。そうすると皆さん、選択肢 C が一発で正解だとわかりますよね。Unless、もしうにゅうななければ。で、皆さん、他の選択肢皆さん3つ見ていただけるとよくわかるかと思いますが、全部前置詞ですからね。ですから、後ろに SV を伴うことはできませんので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番、お願いします。これもさ、選択肢眺めていただきますと、permit、許すという動詞が多いですね。ですから、自動詞ですか、他動詞ですか、と言われたら、許したよ、何を、ということですので、他動詞ですね。皆さん、他動詞ということは、後ろに目的語があるかどうかということですが、皆さん、空詞の右側は前置詞プラス名詞で M しかないですね。つまり、目的語がないと。ですから、あとは思い出すだけでございます。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態にするんでしたね。ですから、正解は A ですよね。もちろん、空詞の左側 B 動詞と permitted、過去分詞。これで皆さん、受動態ということで、よろしいかと思います。皆さん、問いの3番、お願いします。皆さん、これは空車の左側にある be tired。これとセットで熟語が出来上がりますよね。もちろん正解は A ですよね。be tired of。うにゃうにゃに飽きている。うんざりしているということですね。ですから、これも熟語の知識ということで、A が正解でバッチリです。さあ、皆さん、問いの4番、お願いします。これ空所の左が nothing とあの表現で熟語が成り立ちますよね。もちろん正解は B ですよね。皆さん nothing but 皆さんご存知の方多いかと思いますが、うにゃうにゃ以外何もないですよ。つまり同情以外何もないですよ。ですからあるのは同情だけ。ですから nothing but イコール only ですね。これと言い換え可能ということでよろしいかと思います。さあ次、問いの5番、お願いします。これは空所の左が negotiate、交渉する。皆さん、交渉すると言われたら、誰々と交渉するんですよね。まあ、今回はバイヤーと書いておりますが、当然バイヤーと一緒に交渉するわけですから、もちろん正解は A ですよね。うにゃうにゃと一緒に。ということで、よろしいかと思います。さあ続いて、問いの6番、お願いします。これ空所の右側は名詞だけですよね。先ほどあった空所の右は SV だったら接続詞でよろしかったですが、今回空所の右側は名詞だけでございますので、接続詞の ACD を削りますね。ですから正解は一発で B ですね。With は前置詞ですので、後ろは名詞ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの7番お願いします。これ空所の右側 SV にありますので、接続詞を入れればいいですね。です。まず選択肢の A と D が副詞ですので、まずそれを削りますね。で、皆さん次の段階でございますので、ちょっと色分けさせてくださいね。で、残った選択肢 B と C ですが、この文章の前半に heart、怪我しておりますので、マイナスの価値観ですね。にもかかわらず still、won the championship、勝利してますからプラスの価値観ですね。ですから、反対の関係、対比の関係を示す表現と言われたら、もちろん正解は C ですよね。although、
怪我をしたんですが、勝ちました。ということで、C が正解でよろしいかと思います。次、皆さん、問いの8番お願いします。皆さん、これは空襲の右側にシンスがいるのがポイントですね。つまり、昨年結婚して以来。で、皆さん、このシンスと使える表現と言われたら、完了形でしたね。ですから、選択肢の中で完了形を探せと言われたら、もちろん D ですよね。まあ、今回現在完了になっております。ですから、これはもう一発で D が正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの10番、お願いします。皆さん、これ空襲の右側に Better という比較級がいますよね。で、皆さん、比較級の左側に空襲があるということは、比較級の強調表現。あとはそれは皆さん選べるかということでございます。ですから、正解は一発で A ですよね。比較級の強調表現として、マッチ、有名ですよね。ですから A でバッチリです。さあ皆さん、続いて問いの13番お願いします。皆さん、これ空襲の左側、ジョインが自動詞か他動詞かを分かってるかどうか試す問題ですね。もちろん他動詞。ですから空襲には目的語を選んでいただけるとよろしいかと思います。ですから正解は A ですよね。もちろん他の選択肢は前置詞プラス名詞になっておりますので、全部 M ですね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。では続いて問いの16番お願いします。皆さん、これは空襲の左がエレベーターが点々点。そして空襲の右がもう一つ別のものを使ってください。という意味内容を考えたら、あれですよね。ですから正解は B ですよね。out of order、故障中。ですからこれも熟語の知識を問う問題。ということで、B でよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん問いの17番お願いします。これ空襲の左側、このあたりがヒントになるかと思います。地下鉄の乗客の話ですね。で、なおかつ空襲の右側、これでよろしいかと思います。職場や大学へ、うにゃうにゃすると言われたら、もちろん正解は C ですよね。commute、通勤するとか通学する。これもさ、単語の意味を確認する問題ということで、よろしいかと思います。それでは続いて問いの19番お願いします。で、この空襲の右側の fault with。これとセットで使える熟語がありましたね。もちろん正解は A ですよね。find fault with。うにゃうにゃを非難する。あら探しをするという意味の熟語でよろしかったかと思います。ですからこれは熟語の知識を問う問題ということで、A が正解でよろしいかと思います。皆さんお疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で次に撤収する可能性が高い情報、それをまとめていきたいと思います。まずは1番目ですね。アーからキーまでご覧いただいて、これは接続詞なのか前置詞なのか副詞なのか問う問題が多かったですね。まずはアーの without 前置詞、 E の unless 接続詞、 U の despite 前置詞、 A の since 接続詞、 O の because 接続詞、 K の while 接続詞、最後の K の however副詞でしたね。ですから先ほどの問題でも皆さん意味が分かればですね、訳して解けるんですが、ただ皆さん時間がかかってしまうんですね。ですから意味も確かに大切なんですが、こういう働きが一瞬で言えると高速で処理ができるようになりますからね。で皆さん、これが前置詞、これが接続詞、こういう文法の再生リスト一応ありますので、それの動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。この辺が曖昧だと思う方はまとめてご覧いただけるとよろしいかと思います。そして皆さん2番目、他動詞の後ろに目的語はない場合は受動態や過去分詞にすればよろしかったですね。たぶんこの情報もご存じない方いらっしゃるかと思いますので、この解説動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。そして3番目、 be tired ときたらうにゃうにゃで疲れている場合は from、 そしてうにゃうにゃに飽きているとかうんざりしているは of でしたね。これが先ほど問われていた問題でございます。そして4番目、 nothing but ときたらオンリーとほぼ言い換え可能でしたね。うにゃうにゃだけ。たぶんそれを司っているバットですが、うにゃうにゃ以外という意味もありましたね。ですから、しかしという意味が有名ですが、こちらも知らない方は押さえていただけるとよろしいかと思います。
そして5番目、negotiate としたら、後ろの前置詞は、with ですよね。もちろん人と一緒に交渉するわけですから、皆さん、with と相性バッチリでございます。そして6番目、期間を示す語と言われたら、since と for でしたね。もちろん継続を表しておりますので、完了形と併用することが多かったですね。たぶんさ、これの解説動画もすでに存在しておりますので、概要欄にリンク先貼っつけておきますからね。たぶんさんご覧いただいてですね、もし知らない情報がございましたら、この後ノートを取っていただいて、後で覚えていただけると嬉しいかと思います。たぶんさ、この6番目の後ですね、7番、8番とちょっと続けたいと思っております。ですが今見えてるこの画面は一旦消しますからね。ということで、続きまーす。それでは先ほどの続きでございます。7番目、比較級の協調と言われたら、マッチファーイブ。これぐらいはやっぱ一瞬で言えるといいですね。ただ皆さん、その比較級の協調の解説動画もすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。そして8番目、out of place。場違いだ。そして out of order。故障中。まあ、故障してるんですね。そして9番目、commute。通勤するとか通学するという意味で OK ですね。そして10番目、find fault。ときたら with ですね。もちろん意味は、うんたらかんたらを非難するとか、あら探しをするということでよろしかったですね。ですが、先ほどの画面から今回の画面、もし知らないところがございましたら、この後ノートを取っていただいて。で、皆さんノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。的中は十分考えられますからね。ということで、参考になさってください。